私、一条みなみ、本当悩み解決が大好き。けれど最近悩んでいる人をもっと困らせるやつが現れて大変。今日も本の力でみんなの悩みを解決してみせるわ。僕、邪魔が大好き邪魔次郎。今日も困っている人を探してるんだ。あ、思い詰めた顔の人発見。こんにちは。思い詰めた顔してどうしたんですか？僕、心配だな。あの、息子がね、小学3年生なんだけど、話し合いで決まったことに反対してみんなを困らせたそうで、先生からはみんなと仲良くできるように本人の考えや悩みは寄り添って話を聞いてあげてとも言われたわ。でも本人から聞き出そうとしたら部屋に閉じこもっちゃって、今日も学校に行きたがらなくて。悩んでる。それは大変でしたね。クラスの問題って難しそう。そういえば体育教師のおばが仲直りにあれがいいって言ってたな。あれって？ダンスです。おばのクラスはダンスの授業で対立を解消したって。教室に入りづらくても音楽をかけて踊りながら入ればみんなが踊り出しますよ。僕もこれで仲直りしたことあります。知らなかった。お手本見せますね。よく覚えてね。イライラするって評判の僕のダンスを。見つけたわよ、お邪魔虫。いえ、本の虫。僕は今、人助け中だぞ。そのダンス、イライラする。え、もう？息子も悩んでるんだろうけど、トラブルは避けたいな。心配ですよね。だけど対立が生じた場合も、コミュニケーションの方法によってお互いのストレスを緩和できる可能性があるんです。どうすればいいの？お子さん自身の意見、大切にしてください。参考になる本があります。貝の木、作者の椎木貝先生は循環器病内科の医師、米国名誉クリニック生理学研究員、仙台社会保険病院健康管理センター長などのご経歴もあって、進化する脳などの著書を出されています。お医者さんの本なのね。はい、医師の視点から心というものやコミュニケーションについて考えます。ちなみに自己判断による心のケアや空気を読んだコミュニケーションで平和に過ごそうという考えはむしろ危険なんだそうです。心のケアしちゃダメなの？サポートは必要だけど、正しいケアって曖昧なところもあるの。突然ですが、心ってどこにあると思いますか？このあたり？そんなイメージですよね。英語のハートも心臓を指す言葉ですし、そしてそうした内面的な心が何かのきっかけで傷を受ける。うん、そう思ってた。ちなみに心のケアって阪神・淡路大震災の頃から言い出されたもので、子供の辛さを大人が受け止め寄り添うこととされてきました。けれど、心ってこんなものだろうというイメージが異なった場合、適切なケアが難しいですよね。確かに心が何かって漠然としてたわ。先生は心とは何か真剣に考えることが大切とおっしゃっています。現代主流の心の考え方は脳神経系の電気科学的活動の過程だそうです。脳が心？よくわかんないな。情動も感情も脳の働きの一つなの。あと、今ある状況を過去の記憶と照らし合わせ社会的文化的に意味付ける認知なども。あ、心っぽいでしょ。でも情動って身体的刺激に関連し生まれつき備わっているという考えもあるんです。蛇を見たら鳥肌が立ち反射的に逃げたなど、脳の命令を待たずに身体的反応が起きる場合もありますよね。心って体全体から作り上げられるもので、単純に内面の問題とは言えないんです。
なるほどね。でも心の傷ってやっぱり目には見えないし。それでもきっかけは目に見える場合もあります。例えば心的外傷後ストレス障害と訳される PTSD は直訳するとトラウマ後のストレス障害。心という言葉は入っていないんです。また PTSD は内的出来事や性格の問題ではなく、ストレスを受けたという一種の外傷と言えます。ストレス反応だってアドレナリンの分泌が高まり、その調整がうまくいかないことから起こる身体機能の異常。きちんと外面の問題があり、そのストレス源を取り除くことが一番の解決策なんです。周囲に合わせられないってやっぱりダメなのかな。そんなことありません。他人を推し量りすぎた結果、表面的なコミュニケーションしかない病的な文化が生まれました。その結果が理性の異常化なんです。そしてそんな現代で社会の影響を受けず、人の考えを推し量る力が弱まった新人類が誕生しています。新人類大丈夫か？むしろ期待して。彼らのコミュニケーションには嘘や偽りがない。先生は彼らによって本当に純粋なコミュニケーションが築かれていくと予想されています。もしかして息子も？そうかもしれませんよ。誰かとコミュニケーションを取った結果、対立や違和感が生じることありますよね。けれど純粋なコミュニケーションであれば、お互いのストレスを緩和できる結果が作れるんじゃないでしょうか。うん、みんなと仲良くして悩みを話してって押し付けてたけど、本人の素直な気持ちも大切にしなきゃね。とりあえず学校に行く気になるまで待ってみようかな。ちくしょう、僕の邪魔を邪魔するなよ。話し合いなのにみんな賛成しか言わないんだ。どうして賛成なのかを聞きたいのに。そうだったんだ。うん、よし、明日は学校行ってみんなの意見聞いてくるよ。確かにどうなんだろうとは言いづらかったよね。このルールもう一度考えようよ。ただいま。みんなとお話できたよ。よかった。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆さんのお悩みの手助けとなる本の紹介をしております。チャンネルでご紹介する本はすべて Kindle Unlimited 会員さんなら無料で読めますので、お気軽にどうぞ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。